さてことでデリ山崎いっぱい買いましたよね。お酒もね売ってましたし、やっぱねパンがねいろいろ売ってるのありがたいですよね。せっかくなんでまだ残っとったのか買ってきました。これねこのね、高田市駅がね、山本高田ではある方じゃなくて、これ一応なんかねそこまで離れてないみたいですけど、すごい離れてる、じゃなくて今回はね、今回南、まだねこの辺りはね明日届かなと思ってますんで、とにかく宿です、本来水曜でどうでしょうって何を学んできたんだとね言われそうですね。飯より宿だろうと言われそうなんですけど、まさにその通りなんですけど、とはいえねまたこれも聞こうと思ったらちょっとねあのこの屋さんも気になったけどな、ちょっとすいません今回はパンいろいろ気になるパンがあったんで、買っちゃったんでまあこれはもうまだね、明日に食うでしょうから持ってきてるんですから、とにかく、この道をずっと行ったらいいのかな、なんかそんなような感じで書いてあったんで、よし方角としては、南の方ってなってますね。なんか新庄駅との間ぐらいで、なんか新庄駅からもワンチャン行けそうなぐらいで書いてありましたからね、もしかしたら明日は新庄駅の方に歩いていくかもしれません。いやしかし寒い、さすがにねこの時間になってくるとお店もやっと店もそうないですもんね。あ、駅前でうまいこと書いてよかったなこれ。よし韓日亭ハンイルチョン、そうですね、ハンがハン、ね、韓国の韓で、イルが日本のイルで、テイをそのままハンイルジョンか、そのまま読めなかったからハンイルジョンですね。鳥一番、なんか回転寿司屋さんみたいな作りですけどね、なんかあれかな、活発しかなんか見抜きなんかな、なんかえらい豪勢な、豪勢というかどでかい焼き鳥屋さんですね、話題それぐらいですね。ほらやってますね、今日はね、なんかね大変ですよ、あのセンター試験の今日1日目ですからね、きっと大変なんでしょう、こういうところは、中京大学来とる子もいない、いないな、そうですね、うわぁ、さすがに中を移すわけにいきません、今日今日は今日の人はここね、総動員でしょうね、あれこれ、渡れんのから渡るんや、初めての街がいろいろと構造が分かりませんね。渡ってこっちからこう行くんや、やっぱ三叉路なんですね、三叉路のフェンスの Y 字路みたいな形になったのか、パナカあるんですね、ここパナカって結構ね高いんで全国にあるんですね。400円安いじゃないですか、400円やったらね、どういう構造なんやろこれ、どうやって出入りするのかよく分かりませんけど、出入り口をもう一つにまとめてるんですね、よし吉鳥か、まあ土曜日の夜ならまだ飲んでる方も いらっしゃいますね、私も早く宿を確保して一杯やりたいところですね。防音個室が入っとればね、見た感じ、防音個室でなければ、マッサージルームも何でも結構空いてるかようになってましたんで、大丈夫なんかなと、勝手に思ってるんですけど。こんなところ自転車屋さん
蒸し込む、あ、蒸しゴムか、パンク修理とかいろいろやってくれるんでしょうね。販売はやってなくて修理専門っていうのも面白いですね。確かにメンテナンスでお客さんで、ね、来れると、ね、車でもね、やっぱ販売よりメンテでね、あの方がね、儲かるって言うからしたらいけないのかもしれませんけど、まあ実際そうなんですよね。まあ20分って書いてありましたから、まだだいぶ先だと思いますよ。ちょっとね、足元が暗い、あの街灯がないんやね、ここで、ちょっと足元がね、もうこんだけ暗いんでね、これね、あのフィルターしたまんまなんですね、カバーしたまんまで撮影するのかなと思うと、そうではないんですよね。本当にね、こう街灯がないですね。これはちょっと気をつけないといけません。意外と段差があるんですよ、これ多分もうカメラには映ってないと思いますけどね。これも止まったね、柏原と同じですね、郊外型のロード店ですよね。赤羽さんもそういう作りですよね。それで毎度大きに速度が、春日町食堂、もうちょっとずっと歩いていかなくてもな。これが奈良県土木事務所、こんなとこにビリヤードの店あるんですね。まあまあ歩いて、まあちょっと今ね、あのコンビニ寄ったりもしましたけど、まあ寄って20分ぐらいかな。まあまあまあちょっと歩きました。雨の日やったらしんどいかもしれません。でも吉野山あるし、見えてきましたね、快活クラブ。あ、すみません、快活クラブの真横にカラオケバンバンがあるんですね。おめえ、いいのか、カラオケバンバンに関東快活クラブに いいのかなんて、いないですよね、大丈夫ですよね。人目的っていうのがありますからね。ああ、びっくりした、パトカーが止まったで、職質でも受けるんかと思ったら、私とまだ職質は受けたことないですね。友達が職質受け取る現場に出くわしたことありますけどね。大爆笑してありましたけどね。お前何やってんの、チャリンコで買い出しに来た。もう二十歳超えてるやつだったんですけどね、学生と間違えられて、吉野山、あ、この辺りこれ、ね、食べ物困らんですね。吉野山も24時間営業でしょうし、マクドナルドもありますからね。あ、これやつ言うて全然お店には小腹なさそうですね。カラオケバンバンこんなデザインでしたっけ。ここ新しいのかな、最近もこういうデザインなんでしょうかね。あ、ローソンも真横にローソンもあったんですね。じゃあ別にこんな開口風してもなかったかもしれませんけど、まあでもデイリー山崎とね、ちょっとセブンイレブンのねお酒も気になったね。まあちょっとトイレも借りがてだで、お酒をというとこだったんですけど、あ、救急車が来た。ここはさすがに持ち込み OK にしてるでしょうね。このローソンの窓内で持ち込み禁止にしとったらあれかもしれないし、まあどちらにしろ改革クラブだ持ち込みの OK で、
ね、快活クラブが持ち込み OK でガンガンやってますから、多分ここも持ち込み OK にはしてると思いますけど、そうですね、カラオケ屋さんどうしても翌朝5時までなんでね、そうするとやはりね、この泊まり込みという意味では、厳しいところが、まあ、使えない手はありますないわけです。24時間営業のところもありますし、ね、で特にカラオケバーも安いですから、ドリンクバー無料です、こっちも。さあ多分休日でも1600円とか出せばいけるんじゃないかな、どうなんでしょう、ちゃんと料金後で調べてみましょうか。でここはね、かけてキックボーンコースがあるということでね、快活クラブさあ空いてることを祈ります。何時とだったんで。